ガートレーニングで、くぐる、親指がくぐるような動きのトレーニングで、それを紹介したいと思います。で、全ての指で鍵盤上でどのようにでも動けるようにするというようなものが目的なので、指使いをまず親指と人差し指で半音階を練習します。で、右手だけでやると親指、人差し指で順交互にここでくぐりますね。くぐる、くぐる、くぐる、この順番で通りにいきます。で、戻ってくる、常に交互にいきます。左手も合わせて、これをゆっくり練習したら、次は親指と中指にします。で、同じように薬指、次小指、これで一通りこのくぐる親指とのバリエーションはすべてやりました。次は、親指から始まるんじゃなくて、人差し指から始まるバージョン。人差し指、親指。人差し指、親指。次は、中指と親指。なんとかしていく。これでどのような場所に行ってもなんとかすることができるという能力になります。さらにバリエーションとしては、多分この指のバリエーション分だけの可能性があると思うんですけど、例えば、ここはまでは今考えずに、まず親指とのバリエーションでとりあえずやっておけば、親指がくぐるというのは結構重要なテクニックだと思うんで、やっておけば少しちょっとマシになるんじゃないかなと思います。ありがとうございました。